なんか、じゃあ、やだやだ、あのお父さんやだ、チャラ男だからやだ、やだ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 。トワイライトデイケア。よ、今回はトワイライトデイケアっていう赤ちゃんを育てるゲームをやっていこう。まあ、つまり、私的とお父さんになるわけですね。身に覚えがないけど。はい、このゲームを始める前に、よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。グッドボタンの数250目指しています。ご協力よろしくお願いいたします。で、このゲームね、めちゃくちゃ人気らしいんだけど、まだ一回もプレイしたことないんで楽しみだ。さあ、赤ちゃん育てるよ。うん。あ、これ赤ちゃんになるか、それとも保育士さん、その幼稚園とか保育園の先生になるかってことか。じゃ、まずは、やっぱり大人から行きましょうか。何これ？え？何これ？なんか左にめちゃくちゃでかい赤ちゃんいんだけど、これはちょっと世話したくないな。さあ、これで？お！あ、これで赤ちゃん育てられるのかな？赤ちゃんどこ？私の赤ちゃんどこ？あ、これなんか、おい、育児放棄だろこんなの。こんにちは。で、この子を抱えて、おお！誰？誰かわかんないけど、じゃあ育てましょうか。え、じゃあこの子、でも多分このさ、俺が抱えてる赤ちゃんも、その、誰かがプレイしてるってことだよね、この世界中のどこかで。楽しい？それ楽しいかな？俺に、あ、勝手に出やがった。お前、偉そうだな。ちょっと一回、え？あ、もう、触れない。抱っこできない。なんだこれ。もうなんか拒否されたってことかな。じゃあこの子。よし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 。あ、今度男の子か。え、なんで？ねえ、ちょっとさ、嫌がるのやめてよ。ちょ、俺の赤ちゃんどこ？俺も赤ちゃん育てたいんだけど。で、この子は？あ、この子 OK？ あ、これ落としたりできるんだ。拾ったり、ピギーバッグ。お、すげえ！見て！かわいい！かわいい、この、もうこの子に決めた。もうこの子かわいいからこの子育てるわ。だ、え？すげえのがいるな。あ、こいつ俺のことを拒否したやつだ。この赤ちゃんに飽きられないように、なんかいろいろこう、アクションをしてった方がいいのかな？アクション。読書。お、本読んであげる。はい、じゃあ、桃太郎読ませてあげるからね。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが川に洗濯に行きました。終わり。よし、じゃあもうこの子はね、桃太郎聞かせたんで。じゃあこの子いいんじゃない？あ、この子立ってるじゃん、もう。え？あ、この子は抱っこできないんだ。なんだこいつは。本当に赤ちゃんか。お、他にもこう、赤ちゃんを育ててる子いる。なんか赤ちゃんになるのもちょっと楽しそうだね。なんかおしっこしてない？あ、泣いてるのか。なんか乗り物とかにも乗れるみたいだね。おー、すげえ。あ、これで、なんか赤ちゃんちょっと、この子、よし。これすげえ不満そう。すげえ嫌そうなんだけど。ダメだよ、もう、今日から俺の子供だからね。よし、じゃあ、とりあえず病院に連れて行きましょうか。ちょっと不機嫌そうなんで、手術で、笑顔にしてもらおう。お医者さん？お医者さんいなそうだね。お医者さんはいらっしゃいますか？あ、いないんだ。じゃあ、ここに。じゃあ、ここにちょっと置いていこうか。よし。じゃあ、君はもうここにいてね。なんか、ここにね、ロボットとか猫ちゃんとか、いろいろあるから。すげえ、ちょっとかわいそうになってきたわ。やっぱ子供はね、外で遊ぶのが一番でしょ。さてさて、どこに行こうかな。この子すごい静かだね。嫌がらない。なに薬物やってる？大丈夫？なんかあ、これお腹空いてんのかな？ミルクあげる。ミルクをあげるには、あ、なんか、あの、哺乳瓶とかが必要なのかな？なるほどね。結構リアルなんだ。じゃあ他にもちょっと見てみたいな。アクションでパッドってなんだ？なにこれ？え？何してんの？何してんの？ハグとかある。あ、かわいい。ハグしてる。で、ロックは？ロックしてみよう。ロック。ん？あー、なんかゆりかごみたいにしてるの。かわいい。でけえ、赤ちゃん。あ、寝てるかわいい。え、待って、寝てんのかわいくない？よし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 。あ泣きそう泣きそう。ごめんね。なんか、おしゃべりとか必要？おしゃべりとかやったほうがいい？パッと？よし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 。ごめんね、ごめんね。じゃあ、どうしよう。赤ちゃん泣いたらどうすればいいの？俺、子育て経験ないからわかんないよ。幼稚園の先生になったはいいものの、子育て経験ないからわかんない。え、あ、ここにミルクあるじゃん。ちょっと待って、ミルクってこんな、お前牛乳じゃねえか、これ。牛乳あげちゃダメじゃない？あ、今牛乳作ってる？お、すごい。これで、ミルクあげられる。あ、ミルクあげてる！よし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 。ミルク飲んでね。よしよしよし。よし、美味しい？美味しいよ。テキト君の作ったミルク美味しいよ。
そうかそうか、よかったよかった。あ、泣きやんだね。よしよしよし、じゃあね、またハグしてあげるからね。こう愛情いっぱいの子供にしてあげるからね。いや、なんで不満そうなんだよな、この この子不満そうなんだよ、俺がハグしてあげても。よし、じゃあちょっと一回この子は、そろそろ眠いだろうからね、はい、これ落として。ちょっとそこは将来体操選手かな。いいね。まあそういうトレーニングもした方がいいよな。危ない、大丈夫、もういっか。じゃあこの子はさよならってことで、さあ他にか。で、かわいい、かわいい子いる。あ、すげえ、ニコニコ。お、すげえ、一瞬で拒否られた。一瞬で拒否されたんだけど、この子は。この子はいい子だよね。あら、かわいい、かわいい。よし。いや、なんか俺、赤ちゃんに嫌われてんかもな。この子は。この子泣いてるね。よしよしよし。じゃあ、ハグしてあげるね。よしよしよし。いい子、いい子。シック。え、病気ってこと？病気なの？じゃあ、お医者さん連れてってあげる。お医者さん連れ、お医者さん連れてった方がいいんじゃない？ダメか。よしよしよし。じゃあ、この子。じゃあ、この、こいつらな。こいつらムカつくな。こんななんか可愛い見た目してるくせに。ダメなのか俺じゃ。同じピンクじゃん。同じピンクのやつらやん、俺ら。マジか。あ、この子は？あ、この子いいじゃん。この子絶対いい子でしょ。よしよしよし。あ、この子可愛いね。よしよし。この子育てるわ。もうこの子、もう大人になるまで育てるわ。ん？なんかビーチに行けるって。よし、ビーチ行こう。すげえ！おぉ！赤ちゃん見てほら。君がね、もう大人になる頃には、このことは忘れてるかもしれないけど。今はね、こう思い出を作るのはいいかもしれないね。大丈夫、あ、よかった。これ海に沈めるとかあったらちょっと動画出せねえなと思って。あ、ここに置くの可愛いんじゃない？ここに、よいしょ。あー、ちょっとこっち向いてよ。こっち向いて、そんな貝殻の奥、え？え？赤ちゃん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 消えちゃった。え？あ、バシャバシャできる。すげー、バシャバシャできるけど、さっきの赤ちゃんどっか行っちゃった。悲しい。あれ？この子じゃない？あ、この子。あれ？この子だよね、さっき。やっぱ俺と一緒に、なんか服変わったんだけど。なんかこいつ、赤ちゃんのくせに自分でコーディネートしてね。次何色だ？黄色か？次何の服にするんだい？赤ちゃん。いや、もうこんな、一人でお着替えできるやつは赤さんと言っても過言ではないな。いや、この子もうダメだな。話通じない。あ、この子可愛くない？あ、この子育てられる。よし。嫌がないでね。嫌がないでね。じゃ、ちょっと今から、どこ行こうか、じゃあ。ケアファシリティ行こうか。どこかわかんないけど。よしよしよし。あー、すげえ喜んでる。かわいい。これ視聴者かな？俺の視聴者だったら嬉しいな。よし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 。じゃ、ピクニックしましょうかね。よいしょ。じゃ、こう下ろして。あー、かわいいね。この子元気ね。じゃ、俺もちょっと笑っちゃおう。えへっ。そんな笑い方だと。そんな笑い方だと思わなかったわ。ちょっと、あ、そうそうそう、これこれこれ。よしよし、かわいいね。じゃあまたまたね、ちょっとどっか行きましょうか。このね、噴水とかどう？ほらほら、バシャバシャして、あー、喜んでる。かわいい、かわいい。この子いい子だね。じゃあちょっとこの子と一緒に、じゃあ過ごそうか。よしよしよし。よし、じゃあどこ行こうか。一緒に遊ぼうね。じゃあこれ、なんかここにお人形あるから、これちょっと押しましょうか。あれ、できないな。じゃあちょっとミルクあげようか。そろそろちょっとお腹すいただろうからね。ちょっとミルク一緒に食べましょうか。よし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 。あれ、ミルク作るとこどこだっけ？あ、じゃあミルクはいっかも。じゃあここで一緒に遊びましょう。よし、このね、ほら、ボール遊びとか楽しいよ。はい。じゃあドロップして。ほら、一緒に遊ぼう、これ。ほら、ボール遊びしましょう。よいしょよいしょ。ほらほら、ほら、ボール遊びして。急にどうした？なんか服変わってない？俺の見間違い？そうそうそう。あー、かわいいかわいい。あ、待って、かわいい、それ。それやりたい。いくよ。びっくりした。え、なに、どうして、おい、よしよしよし。じゃあこれで、じゃあ今からね、じゃあ滑り台滑りましょうか。じゃあジャンプして、ほっ、どうだ、滑りなさい。おー、来た、滑って滑って。お、滑るかい？あははは、大丈夫それ、怪我してない？かわいい。このゲームなんかのんびりしてていいね。ちょっとトランポリン機能いらないから、こっちから滑らせてみよっか。いくよ。じゃあ下ろすからね。ええー、ちょっと待って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 。ちょっと待って。それはひどく、ちょっと待って。危ない。何してんのよ。勝手に逃げちゃダメよ。よし、じゃあ、こっからまたね、落としてあげるから。ほい。なんで、そこじゃないよ。ここ。ちょっと待って。これ難しいな。あ、じゃあ、ブランコ。ブランコね。はい。ブランコどう？これ。ほら。楽しいでしょ、ブランコ。どう？あ、できるできる。よし、じゃあ、今度はね。
じゃあこのなんか緩やかな滑り台で遊びましょう。ほい。さ、おお、滑ってる。それは親としてどうかね。それダメだね。ちょっとあの保育園の先生として失格だね。お、なんかこの子も赤ちゃん抱いてる。よしよし、うちの子の方が可愛いからね。ほら、うちの方が可愛いもん。ほら、なんか猫ちゃんの着ぐるみ着て可愛いでしょ。ハロー。ほら、でも赤ちゃん同士ね、こうやって交流しないといけませんからね。あ、なんか車とか買えんじゃない。あ、車装備できんじゃん。あー、これ課金なんだ。はあ。いやー、なんか私も保育士生活疲れたし、赤ちゃんに戻りたいなー。って、あれ？赤ちゃんに戻っちゃった？はい。というわけで、見てこれ、めっちゃ可愛くない？これ、もうこんなの一瞬でお父さんお母さん決まっちゃうよ。かわいい。髪やば。髪やばいんだけど、豚の尻尾みたいになってる。これ赤ちゃんだと何ができるんだろう。もうお父さんお母さんがいないと。あ、なんかチャラ男でやだな。あのお父さんやだな。なんかやだやだ、あのお父さんやだ。チャラ男だからやだ。やだ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 、やめてやめて。あ、よかった。あんなお父さん絶対ボコボコにされるよ。いや、それは良くないね。それは、いや、そういう偏見は良くないね。やっぱり髪の毛金髪でもいいお父さんはいるよ。さあ、これお父さん、赤ちゃん何できるんだろう。あ、なんかおしゃぶり外したりできるんだ。ちょっと敵と赤ちゃんを育ててくれるお姉さんいないかな。やっぱりお兄さんよりかはお姉さんの方が嬉しいかな。これ、寝れたりすんの。急すぎるだろ、寝るスピード。寝るスピードすごい。あ、あ、すごい。すごい、プロだ。おんぶする速度速いな、すげえ。ちょっと待って、一瞬で捨てられたんだけど。悲しい悲しい。喜んで喜んで。悲しいな、僕のこと一瞬で捨てやがって。もう僕怒ったからね。すげえ、これ寝れたり、あ、これで寝れるんだ、かわいい。本読んだり。すげえ、最高の時間じゃんね。赤ちゃんだし寝っ転がってて本読んでる、こんな最高の時間ないですよ。さあ、あのお姉さんいいな。あのお姉さん、こんにちは、俺のことを育ててくれないかな。おーい、お姉さん。お姉さん、お姉さん、あれ、俺可愛くないかな。俺あんまり良くない見た目。ちょ、アバター変えようかな。やっぱり髪の毛を、じゃあもうモテるか、じゃあモテる部屋にしましょうか。結局可愛ければいいんでしょ、どうせ知ってんだからね。どうせこうやってピンクとかにして、なんか見た目をピンクとかこういう可愛い感じにすれば、どうせなんか育ててくれんでしょ、知ってんだからね。ほら、もうこれがね、赤ちゃんモテファッションですよ。ほら、もう見とけよ、みんな。もうここでね、待ってたらすぐ来るから。もうお父さんお母さんすぐ決まるから。さあ、来いお姉さん。いない、これ、なんかおもちゃみたいな手に入れた。可愛い。何このおもちゃ、おもちゃの遊び方絶対違くない。あ、来た来た来た、助けて。ほら、俺可愛くなったよ、僕可愛くなったよ。髪の毛ハゲチョビンから髪の毛いっぱい増えたよ。ほら、僕のこと育てて。ちょっと俺こんだけアピールしてるんだから。あ、来た、やったー、やだ、外だ外だ、やった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 。ちょっとメガネが、メガネちょっと一回 あのおもちゃ捨てて。あー、できたできた。わー、お母さん、新しいお母さんだ、やったやった、遊ばせて。お、なんか知らない人いる。 OK。 お、なんかこの人日本人っぽいな。僕のこと育ててくれるの？ありがとう。え？え、今、な、え、何？あー、え、何？高いところから落とさないでよ。僕まだ赤ちゃんだから、自分で決められないからね。大丈夫？大丈夫か？大丈夫か？ちょっと怖いぞ、心配だぞ、ちょっと。私も、あれ？ちょっと待って。あれ？この人日本人じゃん。センキュー、センキューって言っとこう。天才赤ちゃんじゃん。センキューって流暢に言える赤ちゃん、やばくない？天才すぎない？ちょ、自己紹介しとくか。アイムテキト、よろしく、よろしく。あ、待って、きも、やっぱ天才赤ちゃんはちょっと怖いか、ごめんね。あ、じゃあここで寝ようかな。よし、あ、泣ける。あ、泣いた泣いた、かわいい。あ、いや、泣いちゃう、寂しい寂しい。かわいい。あ、なんかチェックしてる。ちょ、おむつ替えてほしいな、そろそろ。あ、見て、あ、おいしいおいしい。やべ、久しぶりにミルク飲んだな。結構うめえな。メグミルク、雪印のメグミルクうめえな。お母さん、今度からこのメーカーにしてよ。このゲーム、普通にね、なんかあの、面白い。
このゲーム普通に面白いの、なんか腹立つな。お風呂入りたい。ちょっと待って、お母さん消えた。はい、というわけで私赤ちゃんになったので、しばらく動画投稿できません。嘘です。まあこれからもね、赤ちゃん生活を送りながら、動画編集、 YouTube 投稿を頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしバブ。しょうもない？今しょうもないと思ったそこの動画見てるあなた、今から君の家に向かうからね。わかった。もし許してほしかったらチャンネル登録とグッドボタンしなさいよ。ではさようなら。空で僕なき街未来